しかもね、なんかね、はなちゃんも単純なのが、小さい頃私4っていう数字がめっちゃ好きで。いや、なんかわかんない。フィーリングなんだろうね。4が好きだったんだよ。で、4が好きだったから、めっちゃ4444ってもう4大好きすぎて、なんか例えばさ、どっかのさ、なんか、ね、お店とか行ってさ、なんかエレベーター押すじゃん。あのボタン。その時も別に4回行かないのに4、4押すみたいな。超迷惑な客みたいな。そういう感じだったんだけど、お前なんで4押すんだよ、みたいな。もうほんとね、なんでも子供だから許されたけどね。もうそんな感じだったんだけど、なんか、それで、まあね、4が好きだったんだけど、ある時お姉ちゃんに、え、はーちゃんは4が好きなのって言われて、え、みたいな。え、そうだよ、はーちゃんの好きな数字は4だよって言って、え、4ってさ、死の数なんだよ、みたいに言われて、もう単純だからさ、やっぱ子供で5歳ぐらいで、単純3歳5歳ぐらいでも、何歳か覚えてないけど、単純だからもうそれを鵜呑みにしてさ、え ?4 って死の数なの?みたいな。頭がはーちゃますぎる。それからさ、3が好きになったんだよね。それなんで3なんだよって思うじゃん。4の前の数だからみたいな、そういう本当に単純なね、そう、3が好きなんだよね、今だったらね。